竹林の草刈りをちょっと一休みして、ここにですね、ベジタブルバナナがあるんですが、こういうふうに親株がまあダメになりそうな、もうこれは持たないだろうなという感じで、水芽がこの場合には2本出ていますね。でこういう場合にはこの親株は地際近くで刈り取ってしまって、今出ている水芽2本を生かす方がマシですね。親株を切ってしまえば、もしかするとさらに水芽が出てくるかもしれません。まあ、なるべく何でも生かしていきたいとは思ってもですね、植物のそれぞれの特性によって、まあ、これはこの親株と水芽全体で一株とみなして、よりよく成長してもらうためには余分なエネルギーを使う方のカットしてしまって、これから成長するエネルギーを必要とする方を生かしていくというふうに私の場合は考えますね。それでこの辺からですね、これはカットして子供を育てていく方が、この場合は親のためにもいいでしょう。今ここまで来たところで、そうですね、まあ、今日だけの分じゃなく前に2回ぐらいやったのと入れると、奥の方は別にして半ばぐらいまで来ましたかね。何しろ絡まるもの、ツタなど絡まる植物が多いので厄介ですね。これは多分不織布ポットに入っていた種が発芽したんでしょうね。今頃のらぼう菜が出ていますしね。今日はこの辺りから始めたんですね。マッサン、このマッサンから始めてあちらの方に行って、ベジタブルの水芽が2本出ていたところで一休みしたところですね。まあ、草刈りするとバナナがまだ大きくなってないなってよくわかりますね。草にまみれてると何が何だかわからないんですが、草を刈ると竹とバナナしかありませんから、まだこんな大きさかと思いますね。まあ今見えているプラバチに植えてある沖縄マイソールのような格好で、こちらそちらの方のバナナはほとんどプラバチ植えでしたからね。まあそれを地に下ろして、そして長期間の寒さをしのいで、まあデグレードしながらやっと復調してきた ところですから、まあしょうがないといえばしょうがないんですけどもね。まあこれで6月に入って数日経って、
6、7、8、9、9月中旬ぐらいまでで、まあ4ヶ月ですよね。だから4ヶ月で、まあしっかりした中苗になってもらって、そうして越冬のための体力をつけてもらって、次はまた初夏ぐらいから今よりもさらに成長して大苗に向かっていってもらわないといけないわけなんですね。何しろ時間がかかりますね。沖縄バナナさんのブログに、沖縄はバナナが成長するには申し分のない、まあ気候であるって書いておられたんですが、それは本当にそうなんですね。まあバナナを栽培するんなら南西諸島でやるべきなんですが、まあただ台風、ゾウムシ、ウイルス病などの問題がありますので、必ずしも南西諸島にいて、まあ自家用バナナあるいは食用バナナを栽培するのがいいかどうかはケースバイケースですね。本州で足りないのは温度ですからね。まあ日照っていうよりも気温ですね。沖縄はそうそうハワイと一緒で暑くはないけれど寒くはないという亜熱帯特有の気候ですね。本州というのは暑い時は ものすごく暑いし、寒い時はものすごく寒いと、寒暖の差がトロピカルあるいはサブトロピカルフルーツを栽培するにはちょっと向いてないんですね。からそんなには暑くないけれども寒くはないというところで、サブトロピカルフルーツは栽培されるべきであることは確かなんです。まあ温暖化がどこまで進むのか分かりませんが、私みたいな高齢者にとってはまあ先の話なんかなきに等しいですからね。そんな悠長なことは言ってられませんから、今できることをやるというより他ないんですけどもね。まあいつの時代にかは北極バナナは美味しいんだよなんて そんな時代が来るのかもしれませんが、まあそれは私にとっては SF 以外の何者でもありませんので、無縁な話ですけれどもね。さてまたもうちょっと西日になりましたが、あと1時間ぐらいやってもうちょっと進んでいきたいですね。まあ今ベジタブルのこういう場合には親はまあカットした方がいいという私の体験的な、まあ栽培学習経験値なんですが、まあこういう苗を見たらですね、水芽が育ちそうだと思ったら、まあこんなことを言うと悪いんですが、ヨボヨボの親はまあお役御免で、しかしこの親株の地中の海茎はこれらの水芽を育てるために、また新たな水芽を出すために役に立つんですね。ですから地上部をカットしたからといって親を殺したということにはならないんです。まあその辺のところ洞察力が必要ですね。前にも言ったこともありますが、三重県の人で沖縄好きの人が私のところに頻繁に遊びにやってきて、まあ植物が好きなのは分かるんですが、家でも
いろんな鉢物とかも栽培してたんですが、葉っぱが折れたらセロテープを貼ってやってかわいそうにとこう思うんですって言うから、折れた葉っぱはカットしてやって新葉を出るようにしてあげる方が親切なんですよと言ったことでした。まあ栽培者は自然界の原理を飲み込んで間違った考えで人為的な葉折れにセロテープとか馬鹿げたことをしてはいけないわけですね。